はいどうも、皆さんこんばんは、モッティです。さあ、今日もやっていきましょう。スプラトゥーン2実況プレイということで、今日使う武器はこちら、ホットブラスターということで、カスタムじゃないですね。ホットブラスター無印の方でございます。なんか最近ね、ホットブラスターカスタム勢はホットブラスターに変更して、まあなんか着地からのバーンで倒すのが流行ってるらしいので、ちょっと今日はこれで遊んでみようかなというふうに思います。じゃあまずは早速、説明からいきましょうか。さあ、まああまり連射ができるほどそんなに速くないので、ホットブラスターは。まあうまく、敵をしっかり見定めてから、撃つと。まあ、距離感もすごく大事ですね。で、やっぱブラスターなので、ジャンプ打ちをすると、ブレます。なので、そのジャンプ打ちは、まあ、要所要所で。まあ、でも逆に言うと結構硬直は長いので、このホットブラスター自体が。なので、割と打ち合いの時結局、飛ばざるを得ないタイミングとかも割とあると思うんですよね。まあ、そういうところで、まあ、いかに、こうしっかり相手を一撃で落としていくかみたいなところが非常に重要ですね。まあ、かなり偏差打ちも難しいですからね、今作ね。はい。で、サブが、よいしょ。サブが、せーの、はい。ポイズンミスター、まあ、縄張りだと全然強くないと思いますけど、まあ、ガチヤグラ、ガチホコあたりだと強いかなと。で、スペシャルが、せーの、ドン！あ、惜しい。えい。こうやって倒すのが、まあ、強いらしいですね。スーパー着地もなかなか最近注目されてますからね。はい。ということで、じゃあ今日は早速ホットブラスター使って遊んでいきたいと思いまーす。さあ、ということでやっていきましょう。まずはイカ速ブッパホットブラスターでお送りします。よろしくお願いします。なかなか、結構洗濯機とか、ノバとか、なんかいいとこをこう特化した武器が結構今強い。思うんで、なかなかホットブラスター自体は本当にホットブラスター使える人じゃないとね、すごい難しいのかなと個人的に思って、普段も全然触れてないんですけど、ちょっと早かったかな？来ますかこれ。あ、来るけど後ろ取られちゃってるんで、これちょっと怖いですね。やっぱね、いやーそこだと思ってるんだけど、どうにかなったけど、やっぱね、あれですね。マジか。どこ？いない。消えた。あー！これね、殺傷能力がね、あーマジそれブレんの？撃つの倒したけど、無理！はぁ、無理！はぁ、無理！それは無理だけど、今、ペチっては言ったね。まあでも、ペチって言ったけど、無理でしたね。どっちにしろね。いや、この武器ね、あのね、殺傷能力が高い人に向いてる武器なんですよ。僕、向いてないんですよ。殺傷能力低いんで。ずっとそう、前からそうで、なんですか、ブラスターの、まあ、あれですよ、ラピとか違うんですけど、ブラスター、角位置取れるブラスターの距離が長くなればなるほど足んだ。なるほど、殺傷能力高い人の方が使いこなせるんで、結構僕、1の時とか、ホットブラスターの方だと、ほぼほぼなかったと思うんですけど、そういうことなんですよ、実は。だいぶ、2でもガチマは、あんまりホットブラスター持ってないし、いやー、ちょっとここまで塗られちゃうとかなり苦しいですね。かなり苦しいですね。で、ホットブラスターの苦しいところって、ボムがないじゃないですか。だから本体でどうにかしなきゃいけないのと、あとスペシャルが割と溜まりにくいので、いやー、きつい。引かせたけど、どうにかなったけど、いやー、届かない。意外と射程も言うほどって感じだしね。じわじわ。いやー、やれちゃうか。いやー、来られちゃってるもんな。当たんない。いやー、無理。いやー、無理。どうにか早く出したから。どうにかなったけど、ちょっと待って、これ厳しい。さすがに厳しい。いやー、終わった。あー、ブレたし、エンモゴミだった。出れないね。いや、ホットブラスターの辛いところが如実に出てるね、この武器。この試合。いやー、マジか。まあ、終わった。いやー、これきつい、ほんと。きつい。ね。いや、ここなんですよ。だから僕がホットブラスター使わない理由は。これガチマに持っていけないべ。なかなかね。やっぱなかなか、この辺が、こう、カバーに入れたりとか。こうサイドから塗り固めて入れる味方とか、そういうの聞かないとね、まあ、なかなか難しいですね。ちょっとこれはどうしようもなかったですね。ホットブラスター的にはどうしようもない試合感じですね。まあ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 仕方ないでしょう、これは。まあでもとりあえずちょこちょくもそこそこ取れてるし、
まあ、割かし頑張れば使いこなせるかなって気はしますけどね。さあ、ちょっとさっきの試合は、まあ、ホットブラスターが全く活躍できるような環境というか、そういう試合展開じゃなかったので、改めて、イカ速ぶっぱで行きたいと思います。まあ、やっぱ、キルを取っててもダメってことがわかりますよね。さっきの試合とか見てると。いかにどう打開していくか、いかにどう塗り固めて守るか等々、やっぱそっちの方が難しい、レベルが高いっていう話なわけですね。やっぱ頭使わないと、なかなか、勝てないですからね。裏、この裏。ここ。もうちょっと言っとくと、まあ、キル取るのは、多少のあれは、必要だとは思うんですけど、なんか死んだ。いやー、はえー、マジか、これ相打ちか。マジで、全然打ち勝ったと思ったんだけど、悲しいな。要はこうなっちゃうと、ここからだいぶ、あれですよね。前線をやっぱさ、ナイス荒らしきれない。そう。いやー、それきつい。危ね、超ずらされたし、エイム。落ちる。じゃ、ここに、前線のブラスター、いやー、もう無理だ、死んだ。いやー、終わった。いやー、ちょっと引くわ。が、ドン引きするわ、これは。ちょっとね、シューターが来ないんで、結果的に。俺の入れるラインも割と限られちゃうんですよね。ノバだったら待ってた。多少その、なんつうのかな、角度見て、立体的にクンクンっていけたりするとこもあるんですけど、なかなかね、むずいっすね。バレてる。バレてそうだけど、マジか。あ、近づきすぎた。ちょ、待って。すいません。ナイス!ちょ、届かないよ。無理だよ!いやー、それはやってさすがに。ようやく前に出てきてはくれましたけど、ただ後ろ二人がもう全然出る気なさそうなんで、これは荒らし切らないと勝てないやつだからね。そういう意味ではすごい難しそうな試合になりそうですけど。いやー、それ届かないか、負けた。いやー、それ届かないのね。クライムか。クライムは届かないですね。まあ一気に乗られ返したんですね。はい。まあこの辺がなんかちょっと、やっぱホットブラスターの難しいところかなって気しますよね。前線を本当に固め切らないと一瞬でこう塗り返されるというか、やっぱ塗り性能は高くないので、それでもだいぶ苦しいと思うし、みたいな。相当こう、キルを。あ、マジで?マジで?え、ちょ、さすがにダグすぎでしょ、これ。ナイス。あ、これはね、俺行きたい。行きたい、行きたい、行きたい、行きたい。ここ勝負したい。二人出ないのであれば、俺が行かないといけないやつなんだけど、ちょっと出れないですね。これ出れないなぁ、これ出れねえなぁ。なんかない、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 ボムとかない、ボムとかない、ボムとかない。待つ待つ待つ。ナイス?あとは?もう一個後ろでしょ、こうでしょ。出れない、出ない、出ない。いやぁ、無理か。ちょっと相手のインク切れるの待ってたんですけどね。ちょっと遅かったですね。いやー、で、これで結局上は開いちゃってるのか、バブル1個で。いやー、どうにかギリギリですね。やっぱ、この武器はほんと縄張りには向いてないっすね。リッターより向いてないまであるな。これは、この嵐でギリギリか。なるほど。さあ、続いてはちょっとスーパー着地ポーンをやってみたいので、スペシャル増加アップガンズにしました。スペゾーは、まあ、あまり濡れる武器ではないので、そこまで生きてこないかなっていう気はしなくもないんですけど、まあ、逆境の方がいいかなって思う反面、ただちょっとまあ、やっぱり、あれですね。よいしょ。ほい。ナイス?ちょっと足止めできたか、今のは。わかんないですけどね。マジ?ナイス?なんか、無限に突っ込んでくる味方が多いですね。味方じゃん、敵が。ここ、いない。いや、突っ込みしすぎでしょ。いない、ナイス。さすがにゴリ押ししすぎでしょ。どんだけ縄張り。あ、ナイス。こういうのやりに行っちゃダメ。半分ダメージ入ってるよ。ナイス。ちょっと今、上見ようかちょっと悩みながらフォローに入ったっていう。はい。で。あ、ナイス?で。
じゃあさ、おのおの来すぎなんだって。縄張りだから別にいいけどさ。いやー、マジか。ナイス。順番に来るんじゃなくて、あの順番性じゃないから。マジか。あとな、うーいない、ちょ、待って、いない。ナイス。ちょっとラグ。あのボールのラグ。行くね。ただの、あ、戻ったね。はい。マジか。これはきつい。ナイス。ボールド。いない。ボルト消えた。ボルト消えた。ボルト走行。いない。どっから来る。もう完全にまとあってゲームなんだよな、ここまで。いやー、もうちょっと奥だと思ってた、今。もうちょっと奥だと思ってましたね、ちょっと。結構壁じゃめちゃめちゃ濡れてるんですね。いやー、マジで死んじゃう、嘘や。嘘ーん。これ普通に通っちゃう。まずいですよ、これ。まずいですよ。通っちゃいますよ、これ。とりあえず帰ってくるの待ちます。とりあえずさ、まあ、この辺塗ってるでしょ、多分。マジか。一発さ、外すのが結構さ、シビアですよね。普通にゴリ押されてしまっている。うわー、ぶねー。なん、もう死んでから溜まってんだけど。やばい。で、ラスイチが左下。はい、そこ。どこ？いやー、もうそう、あー、近すぎなんだけど。ちょっと待ってくれよー。ボコボコなんだけど、結局。このゲームなんなん、マジで。ちょ、俺がそう、でねー、たま。俺が死んだら負けじゃん、このゲーム。俺死んだら負けじゃーん、もう。当たりだからいいけどさ、なんか悲しくなってくるよな、ここまでこんなだと。はあ、まあね、不良の事故は防げないですよ。だから不良って言うんですよ。予測できる事故は、事故は起きないですから、そういうもんですよ、世の中。悲しいね。全知全能の神に俺はなりたいですね。スペシャルじゃなくて、そう、サブ製のアップ。サブ製のアップ。あ、これ、あれ？飛距離が上がんの？飛距離アップなのか、ポイズンって。え、そこじゃないんだけど、俺が求めてるって感じなんだけど。あ、ほんとだ。めっちゃ届く。めっちゃ届いてる。じゃあ何なのっていう。詰めようぜ。クイボン投げてないで。詰めようぜ。ちょ、詰めようぜなあ、詰めようぜ。ああ、無理。もうなんかいるし、いなあ。これさ、ポイズン遠く投げられるのはいいけどさ、でっていうのよ、正直。はい、ナイス。頑張れ、行くんだ、味方、俺、これ行ったら、的になるだけだから。こういうの抜けちゃうっていうね。難しいですよね、なんかね。ナイス、そう、勝負、チャーしかいないんだから、勝負、はい、ここで上がる、はい、ここで上がる、早く上がる、どっから上がるんだっけ。覚えてない。そっか。ちょ、待って、もう、戻らざるを得ない。はい。はい、やり直し。あ、これ届かないんですね。なるほどね。さあ、ちょっとなかなか対面不利になってきちゃったよ、これ。あ、マジ当たってない。うっそー、一発当たってない。マジ、なんかいるし、来ないし、ここ。来ないし、ここ。はい。来ないし、これは、いや、苦しい。上。いやーで、ここまでいる。死んでない。いやー、マジか、今。ちゃんと見とけよかった。ローラー見てたから。ちょ、待って。無理ー。あー、マジで。あー、何個見たらいいの？何個見たらいいの、俺は。
ナーコ見たらいいのね。ナーコ見たらいいの。頼むから前に出てくれ。頼む。頼む。ああ、もう来る次の一手が。中死んでる。もうやだ。助けて。ここ、来ない。ここ、来ない。ああ、ローラーが上から来て、はい。ああ、もうやめて。助けて。助けて。ああ、ブレた、今。ジャンプしながら頭ブレた。この武器強いのに。はあ、いやでもポイズンエントは割といい気するね。いい気しますね。はい。ラストは、ちょっと相手インク軽減、安全靴、ちょっとね、なんか撃ってる最中に足元塗られて、そのまま逃げ場なくして終わるってパターン結構あったんで、ちょっと安全靴、いいかなと。いうふうに思ってるわけでございますけどね。はい。とりあえず、なんかまああれですよ。まあ言うて、縄張りに向いてないってことはなんとなく、察していただけたんじゃないかなっていう。普段やってる武器紹介の中では、あ、でもあれですね。結構やっぱポイズン飛距離ありかもしれない。結構なんか思いのほか刺さりそうというか、結構良さげですね。雰囲気的にはね。ブレた。なんでそこ？え？ちょ待って。あまりにも逆にえってなった。あ、大丈夫。ハイプレが1個来てるんで、そこからなんで、届かない。当たった。あ、キャンピングだ。こんにちは。はいー、なんかあるー。ちょ待ってナイスこの辺のブラスター感。やだー、その網やだー。キモい。その網キモい。じゃあね、バイバイ。そしたら、なかなかでもあそこにいると、あれですね。高台上がるにも上がりにくいですね。はい。とりあえず投げて、お互いになんか、そういう感じ。あ、そういうのは大丈夫。ここ。ここ来るよ。ここ来るよ。ナイスー。これ勝負でしょ、ここ。マジか？マジか？あ、こっち来る？ダメ？許されない？許されない？許されるか。じゃあ行ってーよ。なんだよ。いる？あ、マジ負けるそれ。もう一個いるよね。あぶね。あれどこ行った？そこ。やめちくり。ちょ、来るよ、来ちゃうよ、横から。横から来るよ。上だ、上取られたな、これ。はい、倒して、なかなかあれですね、あの、くそ、マジで。ああ。やだ、怖い怖い、やだ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 。ここだ！ここだ、無理だ！さよなら！もう、防ぐな！防ぐな！ズル、それ！ズル！ズルだよー！ズルだよー！やだ、そんなの、やだ。やだ、やだ。なんでそれで負けなきゃいけないの。やだー。負けたくない、キャンピングに。やだ。もうやだ、もう。もうやだ、もうなんか来るさ。全然前線のゼの字もないっていう。もう飛ぶわ、もう沼ジャンするわ、俺。頑張れ、味方。それは勝てる。それは勝てる。もう、お前かよ。ああ、ナイス。いや、ここまで味方が動いてくれると、まあ、ようやくね、勝利に結びつくと、いった感じですね。なるほどね。まあ、やっぱり、ホットブラスターは、ガチまで進化を発揮するといった感じなんでしょうかね。とりあえずは。はい。ということで、まあ、やっぱり何が大事かって、キル数じゃないんですね。立ち回りというか、展開の読み方というか、そういうのをね、ぜひ勉強しましょう。モッティでした。やっぱりこの空は続いてる。結局あの人と繋がってるんだよ。なくしたものばかり数えても何にも未来には繋がらないんだよ。若いんだし。